爆笑問題は芸人初の個人事務所を作り伝説をスタートした。すごい若手がいると注目されていて、売れ出した頃に個人事務所を作り、しばらくは仕事をもらえずに干されたような状態になった。仕事もなく仕方なしにプライドを捨て後輩たちに混じってやり直した。当時人気番組だったボキャブラ天国で腕と才能と経験値の差を見せつけ一気にブレイクした。一見太田の方がヤバい印象だが、田中もなかなかヤバいと一部の視聴者が言っていて、バランスが取れている最強のコンビである。田中の抗がん摘出手術の時には芸人がガンでは笑えないということで、太田が田中をネタにした。当時シドニーオリンピック開会直前だったため、新聞にも田中金取ったとでかく見出しにされていた。